はい、サマケルです。今日は釣りで大人気のアオリイカをさばいていきます。まずアオリイカの正中線上をですね、真ん中のところに軟骨がありますので、その上に沿って包丁に切れ目を入れます。軟骨があるので多少しっかり切っても大丈夫です。で、開きます。で、この軟骨ですね、これを取ります。開いたらこの辺で膜でつながってますので、ちょっと外してあげます。ちょっと炭袋がすでに破けてて真っ黒になってますので、一旦ゲソを取ります。お腹と、そしてこちらの胴体の方を一旦水洗いしておきます。炭が破けてなかったらもうちょっと綺麗なんですけど、まあこれぐらいはよくあることです。あと、すごいまな板が真っ黒になって、これ染み込んでダメージ受けますので、ちょっと木は厳しいところはあります。よく紙とか新聞紙とか引いてやられる方が多いです。そしたら次はゲソの処理をしていきます。いろんなゲソのこだわった処理の仕方の動画が出てますけども、まあ一応誰でもできる簡単なやり方でやろうと思います。まずこの炭を吐く口のところですね、これだけを外そうと思います。ちょっと切り込み入れてあげて、ちなみにこれ表向きと裏向きですね、裏向きの。そしてここを引っ張ればこうやって炭の吐くところの口だけ取れますので、これを置いておきます。そして表向けて目の上ですね、ゲソ側のでも切り離してしまいます。そしてこっちはもう食べずに、これもまあ解体して綿とかついてますのでするかも、ちょっと置いておきます。そして真ん中のところですね、細い足のところ、ちょうど真ん中のところをちょっと切り込み入れてあげて、くちばしですね、この硬いところと周りの肉が食べれますので、これも置いておきます。一応で、これでゲソが開いた状態ですね。この辺は後で水洗い、塩もみとかして使われることがあります。エンペラを外します。まず、際のとこですね、に親指を入れて、まあまあ際のところをこう指でなぞるようにちょっと外してもらいます。こっち側が反対側も、際のところを指でなぞって外してあげます。そしてエンペラをつまんで、上の方はつかめますので、つかんでここを外してあげて、あとは手前に引っ張っていけばエンペラは取れます。これは取れた状態です。そして右の方ですね、胴体の、エンペラの処理をします。内側の硬い軟骨部分ですね、ここが硬いのでこの円に沿って切り込みを入れてあげます。そしたらエンペラのとこだけが取れます。同じように反対側も、切っ先を使って取ってあげます。で、ここはちょっと食感が硬いとこですので食べれますけども、今回は一応置いておきます。そして今度また際のとこですね、皮をめくれます。まあうち反対側も薄皮がありますので、
少しですがめくっておきます。そして気になる方はこの外側のちょっと黒いところも切っといてあげたら綺麗な耳の耳になります。同じように反対側も基本的な処理が終わりました。まあ一応ここまでは誰でもまあ言ったらおかしいでもできる処理ですね。加熱用でしたらもうここまでで十分です。まあ、刺身用だったらここから薄皮を剥かんとちょっと硬いイカのままになってしまいますので、それをやっていこうと思います。そしたら薄皮を剥きますけども、ここから美味しい柔らかい本当のアオリイカを食べるために薄皮を剥く作業をします。まずこのポッキーの2つですね、硬い軟骨のところ、これをまあまあ包丁で削ぎ取っていきます。ちょっと硬い部分になりますので、そしてちょっと幅が広いので 900g 以上ありますので、ここはちょっと2つ割りにしておきます。100均の刺身包丁になります。そしてまず内側の薄皮を剥こうと思いますので、表にまず向けて頭の方ですね、上の方にちょっと切り込みを入れてあげます。そしてこれをひっくり返して、薄皮を剥ぐようなイメージでやるとこう分かりますかね、ひっついてきますので、これを取ってあげます。取れる範囲で構いませんので、まず1回目でだいたい 60% ぐらい取れますかね。あとちょっと残ります。これは布巾で取っていこうと思います。まあキッチンペーパーとか布巾を使って残り部分は取れると思います。布巾やキッチンペーパーを使うと引っかかりができますので、こんな感じですね。内側はまあまあ結構簡単に取れます。でもう一枚同じように表向きにして、あ、その前にちょっとこういう真ん中の軟骨がついてた方ですね、ちょっと硬いのでここはちょっと切っといてあげます。これも加熱して焼きそばの具材とかにしようと思います。そして表向けてちょっと切り込みを入れてひっくり返して、ここだけちょっと最初慎重に、そしたら薄皮がひっついてきますのでゆっくり引っ張ってあげます。これはこう結構だいぶ綺麗に 90% ぐらい取れそうですね。これぐらいです。そしたら表側の薄皮を剥いていきます。この表側の硬い薄皮を剥くか剥かないかで食べた時に硬いイカになるか柔らかいイカになるかの境目になります。まずちょっと幅が広いので薄皮を剥きにくいのでさらに半分に割らせてもらいます。そして割って普通に魚の皮を引くように、ちょっとこれ難しいんですけど探りながら
皮を、魚の皮を引くのと同じ要領ですね。すると薄皮が剥けますということになりますね。これの皮が分かりますかね、すごい硬いんですよ。これがどうしても硬いイカの原因になるっていうやつですね。口にすごい残るっていうか、全然硬さが違ってきます。例えば今取った身の方とこっちはもうすごい、まあこう手でもちぎれるぐらい弾力はありますけど、ちぎれるんですけど、こっちはとてもじゃないけど相当力を入れてもちぎれないんですよね。まあ、だからちょっとぶどまりは悪くなりますけど、ここまで処理できたらものすごい本当に柔らかいイカの王様と呼べるアオリイカになります。まあ、もう一つの方も同じように、ちょっともうさっき切り込み入れちゃったんですけど、まあ魚屋さんでここまで処理してるアオリイカはまず合いませんので、まあご家庭で柔らかいイカを食べたいときですね、よく釣りする方はアオリイカ食べると思いますので、こうやって薄皮を剥いたらすごい柔らかいイカになりますよっていうのだけですね。ちょっと残ってるかもしれないですけど、まあこんな感じで硬い薄皮が取れますという感じですね。ちょっと皮を引く要領みたいなのが必要になります。これで完成ですね。柔らかいイカの完成です。これが薄い皮、薄皮の硬い皮のになります。さあアオリイカの刺身もします。ちょっと切り込みを入れといてあげます。で柔らかいイカなので、もう薄皮を剥いて、糸作りみたいじゃなくて普通のスライスで食べてみようと思います。ものすごいねっとりや。そしたらアオリイカの刺身の試食をします。この辺のいただきます。うん、とろけそうなくらい柔らかくて甘いイカになってますね。もっちりとした食感がモンゴイカみたいなんですけど、柔らかいのでやっぱしいくらでも食べれますね。まあイカの王様っていうのは伊達じゃないですね。ものすごく美味しいイカになってます。
忘れてました。端材としてちょっと皮付きの方もちょっと端っこ切ったやつがあるんですけども、薄皮がついてた部分ですね。これもちょっと試食してみようと思います。こちらはちょっとね、やっぱ食感が硬いと思うんですよ。食感はもっちりしてるんですけども、やっぱ最後に硬い皮が残るのが明らかにわかりますね。ずっと噛んでいけば噛んでいくほど、この硬い皮だけが口の中に残るという典型的な、イカになってますね。これが硬い、硬いか硬くないかっていう差になってくると思います。今日はこんな感じでアオリイカの薄皮むきを紹介いたしました。ありがとうございました。そしたら、ヨメケルにも食べてもらいます。お願いします。いただきます。柔らかくて、うん、甘く感じる。それちょっと隠し包丁っていうか飾り包丁入れてるから、イカって包丁入れれば入れるほど甘く感じやすいイカになるから、それもあると思う。ちょっと試しに皮付きのさっきの端材も食べてみて。はい。硬い全然違う。全然違う。全然違います。口に残る感じ。硬さが全然違う。違うね、うん、こっちはもう溶けるぐらい柔らかいですもんね、うんうん、今日はこんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。